はい、イラブ大橋、こんな感じ。はい、こんな感じですね。これがイラブ大橋です。こんな感じ、ね、こんな感じね。で、はい、僕原付借りたんで、原付でこれ上がっていきます。イラブ大橋、いけるかな。見せてくださいね、イラブ大橋渡っていきますから。はい、イラブ大橋渡っていきたいと思います。こんな感じ。おりゃー、原付です。原付で今イラブ大橋渡ってます。こんな感じね、非常に綺麗です。ほら、これ全部橋。ちょっと運転が怖いけどね。怖い。はい、こんな感じ。風がすごい。おいおいやー、やめ大橋ドーン。全部イラブ大橋エメラルドグリーンでは行きたいと思います。こんな感じ、超ブレるから怖え。ほら、こんな感じ。エメラルドグリーンで、あの奥の方まで出てるのがイラブ大橋です。まさにエメラルドグリーン、この橋は最高ですね。はい、ありがとうございます。イラブ大橋の橋の上です。これ全部海ですからね。橋が海でつながってる感じ。島とイラブ島行きます。こんな感じ、イラブ大橋。ほぼ伊良部大橋の頂上ですね。これが全部海、最高ですね。ほら、まだ橋は続く。3000キロちょっとみたいですね。最高、ありがとうございます。伊良部大橋最高です。この海をバイクで渡るって最高ですね。ありがとうございます。はい、渡口の浜、はい、伊良部島、こんな感じ。すごいですね、とにかく。まあでも天気とかめちゃ綺麗です。はい、渡口の浜、これ左行きます。行ってきます。サーフィンしてきます。はい、伊良部大橋を渡って渡口の浜ですね、これは。はい、こんな感じ、綺麗ですね。はい、こんな感じです。渡口の浜、渡口の浜。変わっただけでまだ全然リーフボートはできない。できなくはないんですけど、スーパーエクスパーちゃうし、頭半ぐらいの。はい、渡口の浜です。渡口の浜、こんな感じ。はい、非常に海が綺麗でした。はい、かなり伊良部大橋を渡った伊良部島ですね。渡口の、渡口の浜、渡口の浜、はい、こんな感じ。はい、綺麗です。一番綺麗らしいです。はい、伊良部島の渡口の浜、はい、こんな感じ。めちゃくちゃ綺麗です。地元の人はここすごい綺麗って褒めてます。渡口の浜です。はい、こんな感じ。ほら、写真撮ってる人もいます。こんな感じ。
やばくない？エメラルドグリーンですね。綺麗ですね。綺麗。伊良部島、和田口の浜、最高です。和田口の浜。いやいやいや、綺麗すぎます。サーフィンしてて、そこまで透明でした。はい、こんな感じ。ほら。最高ですね。はい、ここ、伊良部島から、このヌーシア橋、渡ると、下地島になります。はい。だから、ここ、ビーチですね。ほら、見て。超綺麗。こんな感じ。こんな感じの橋。ヌーシ橋を、伊良部島から渡りました。はい。これね、綺麗です。綺麗なビーチ。で、こっから、ヌーシ橋から、先が、下地島です。はい、下地島、行ってみたいと、思います。こんな感じね。ありがとうございます。はい、どうも。下地島、この橋渡ると下地島。はい、こんな感じ。ほら見て、非常に綺麗。はい、このヌーシ橋、これね、ヌーシ橋、これを渡ると下地島、はい、に入ります。ありがとうございます。行ってきます。下地島行ってきます。はい、下地島の風景です。こんな感じ。やばい綺麗ですよ。すごい。こんな感じ。はい、どうも。はい、下地島、はい、原付でこう走ってます。しかし景色が綺麗で、はい、撮らさせていただいてます。こんな感じ、すごいね。はい、ありがとうございます。下地島です。はい、17エンド、17エンド、17エンド、めちゃくちゃ綺麗。綺麗ですね。隣は下地島空港です。でね、飛行機がバンバン通ると思います。はい、こんな感じ。17エンド。はい、もっと奥行ってみたいと思います。こんな感じ。すごい。17エンドです。そこちょっと立ち入れないみたいで、このバーッと奥まで行きたかったんですけど、ちょっと立ち入れないみたいですね。はい、でもこんな感じ、めっちゃ綺麗。やばい。こっち側も下地島空港かな。はい、空港があります。下地島空港、はい、で空港からすぐ、はい、すぐのところにこのように17エンドですね。なんか17度で飛行機が入ってくるみたいです。はい、ありがとうございます。こんな感じ。17エンド、最高。やばいな。ありがとうございます。来た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 、飛行機が後ろから飛んできます。これ来るぞ来るぞ。すごい落ちたもん。ほら近いんですよ、めっちゃ。あれ、まだか。来た来た来た。あれね、ほら来ましたね。飛んでいきました。ほら、こんな感じ。はい、あれなんだあいつは。向こう飛んでってますね。最高。17エンド最高。はい、どうも。17エンドです。これ17エンド。はい、下地島の17エンド。で、すぐそこが下地島空港です。はい、めちゃくちゃ綺麗。やばい。空も綺麗だし、海も綺麗だし、空気も綺麗だし、人も優しいし、最高ですね、沖縄。はい。ありがとうございます。ここは下地島ですね。はい、ありがとうございます。
宮古島から橋渡ったとこ、下地島。ありがとうございます。17エンド、めちゃくちゃ綺麗で、動画撮りまくっちゃう。こんな感じ。いや、来る途中とかもめちゃくちゃ気持ちいいんですよ、本当に。最高だ。はい、最高すぎて撮らせていただいてます。こんな感じ。これは皆さん見ていただけたら嬉しいです。絶景です。絶景絶景。はい、絶景絶景。17エンド、17エンドです。これ空港、すぐ後ろが下地島空港です。はい、こんな感じ。海も綺麗だし、ほら、こんな感じね。はい、絶景です。17エンド、こんな感じ。最高。はい、ありがとうございます。写真撮ったりしてます。で、すぐ向こうがビーチになってますね。すぐビーチ。はい、17円の帰り道なんですけど、これバイクで爆走中ですよ。最高。これバイクで走る17円度も最高です。ほら、どうや、最高に気持ちいいですよ。ちょっとバイク乗りながらなんでブレたりしてるんですけど、すいません。はい、こんな感じ。17円、最高。はい、こんな感じ。あー、絶景ですね。はい、ありがとうございます。こんな感じです。絶景でした。絶景ですね。いや、氷がすごい、なんかすごい透明でいい氷使ってんかなと思って。はい、あの氷がちょっと、はい、こだわるじゃないですか。あ、やっぱりそうですよね。この角氷の、はい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 。いや、すげえうまそうですもん。はい、17エンド近くの角氷屋さん、こんな感じ。できてる。うわ、うまそう。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。あ、置いといてもらっていいですか。いただきます。そうだ、かき氷今食べたんですけど、めちゃくちゃうまい。なんか次元級にうまい。これはなんかかき氷うまい言ってるけど、ここのかき氷はバリうまいぞ。本当にびっくりした。マジでうまい、これ。ここね、ここ、ぜひぜひぜひ。めっちゃうまい。なにこれ、氷の質がやばいんじゃないかな。分かったっす。いただきます。はい、今度はマンゴーかき氷いただきます。いや、めちゃくちゃうまいんですよ。俺びっくりしたんです。ここ日本一うまいと僕は思います。ただマスターは宮古で3番目ぐらいとおっしゃってますけど、マジで日本一うまい。本当にうまい。このかき氷、氷がもうバリウマですよ。バリウマ。あ、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これがもう多分全然違うんだと思う。はい、ありがとうございます。これはこれを食べに来るだけに来たいレベルでうまい。途中でこう入れてるわけだ。氷でうまいわけだ。
なるほどなるほど。いただきます。あ、すいません、置いといてもらっていいですか。すいません。うまそう、マンゴーかき氷いただきます。めちゃくちゃうまいっす。なんだこのかき氷ってレベル。これは沖縄マジックとか宮古マジックではない。普通にかき氷うまいよこれは。はい、日本で一番だと思います。いただきます。沢田の浜です。伊良部島の沢田の浜、こんな感じ。めっちゃ綺麗、こんな感じ。めっちゃ綺麗です、絶景。はい、ありがとうございます。沢田の浜、下地島から見える沢田の浜、下地島の沢田の浜ですね。すげえ綺麗じゃないですか、沢田の浜。やばいっす。ほら綺麗ですね。ありがとうございます。はい、沢田の浜です。めちゃくちゃ綺麗、やばくない？エメラルドグリーン、グラデーションで空も綺麗です。やばいな、この綺麗さ。海がエメラルドグリーン、空と海の境界線がやばい。沢渡の浜最高ですね、これ絶景です。はい、沢渡の浜めちゃくちゃ海が綺麗で、何度もちょっと動画撮っちゃってるんですけど、本当に綺麗です。そして景色もめっちゃ綺麗です。最高。ありがとうございます。見てこれ、絶景、沢田の浜、海が空がそしてこの浜ビーチ、沢田の浜、最高です。最高すぎます。もうとにかく綺麗、ビーチも綺麗だし、空も綺麗だし、景色も最高だし、言うことないですね。ほら、こんな感じ。いや、これはえぐいでしょう。沢田の浜、ありがとうございます。はい、伊良部島の沢田の浜です。はい、こんな感じ。めちゃんこ綺麗じゃないですか。海も綺麗だし、空も綺麗だし、空気も最高なんですよ、これ。ほら、海もめちゃんこ綺麗でしょう。沢田の浜です、沢田の浜、おすすめです。絶景絶景、最高だ。で、この奥も絶景ですから、この反対側、ほら見てこれ、ずっとビーチ、やばいね。沢田の浜、
ケー、綺麗すぎるでしょう。綺麗すぎる、最高です。沢田の浜、絶景ですね。ほら、ありがとうございます。ああ最高。今沢田の浜行ってきました。沢田の浜行ってきました。これ左にずっと行くとビーチがあって沢田の浜です。次に白鳥岬の方行ってみたいと思います。はい、伊良部島一周できますね。伊良部島一周してきます。沢田の浜行ってきました。白鳥岬今度行きます。伊良部島を一周してきます。レッツゴー。ありがとうございます。沢田漁港です。沢田漁港、はい、伊良部島の沢田漁港、はい、あのバイクで走ってたら通って、はい、綺麗だったんで漁港ですね。こんな感じで、一応反対側ほらこんな感じ、船がいっぱいある。あそこほらこんな感じ。はい、沢田漁港、漁港ラス、綺麗だ、綺麗です。こんな感じ、沢田の浜です。沢田の浜ほら見て、こんな感じ、こんな感じで、もう海めちゃんこ綺麗ですね。やばいですよ、はい、景色最高すぎ。これ沢田の浜絶景です。では行ってみたいと思います。はい、沢田の浜行ってみたいと思います。こんな感じね、ほらずーっと、いやー綺麗だな。こんな感じ、いやーもう綺麗だな。ほらちょっと歩いていきたいと思います。沢田の浜、こんな感じ、すげー海も綺麗。これが沢田の浜です。よいしょ、いいかも感じ。いや綺麗ですね、波も穏やかで、はい、気持ちいいです。よいしょ、ほら見てこれやばくない？いやいやいや、透き通りすぎだろこのグラデーションは。沢田漁港です。沢田漁港、こんな感じ、こんな感じですね。漁港になってます。ほらそっから船が出入りするんでしょうね。はい、こんな感じ、いやーめちゃくちゃ気持ちいいです。沢田漁港こんな感じ。はい、ありがとうございます。白鳥岬着きました。こんな感じ、それでは行ってみたいと思います。白鳥岬、この先に何があるか楽しみです。行きます。おりゃー、わおー、こんな感じです。はい、白鳥岬公園書いてありますね。はい、ではどんな感じの景色なのかちょっと見ていきたいと思いますね。はい、楽しみですね。はい、行きます。はい、白鳥岬公園、こんな感じ。はい、白鳥岬公園から見える景色、こんな感じですね。ほら非常に綺麗です。船も走ってる、
いやいいとこだな、絶景絶景。ほらこんな感じ。はい、さらにちょっと下行ってみたいと思います。はい、白鳥岬公園着きました。これでちょっとこのこっからちょっと危ないですね、石とかでも行ってみたいと思います。最高でしょうこれ、白鳥岬公園。こんな感じ、わーすげー絶景だこれ、すごい綺麗ですね、白鳥岬公園。綺麗でしょう。最高。こんな感じ。おお絶景。こんな感じか。白鳥岬公園。こんな感じ。まあ沖縄はどこも綺麗で空気が良くて最高ですよ、海も綺麗で。白鳥岬公園こんな感じ。はい、こんにちは、白鳥岬公園に着きました。こんな感じ。はい、最高ですね、白鳥岬公園。こんな感じ、船も走ってます。こうやって今ガンガンね、楽しいですね。海も綺麗で景色も綺麗、最高、白鳥岬公園。はい、ありがとうございます。こんな感じ、もう絶景最高です。こんな感じね、白鳥岬公園ね、こんな感じ。これは土台最高でしょう、綺麗です。はい、ありがとうございます。最高、震えますね。ぜひ白鳥岬公園も絶景です、絶景。はい、ありがとうございます。絶景絶景、はい、この綺麗さ半端ないっすよ、白鳥岬公園。これ公園ですからね、やばいでしょ。で海もほら結構グリーンでしょ、実際透き通ってるんです。はい、ありがとうございます。いやー白鳥岬公園、こんな感じ最高、ありがとうございます。白鳥岬公園までいます。いや景色が綺麗すぎてちょっとこう写真撮っちゃいますね。はい、こんな感じですから、ぜひおすすめです。白鳥岬、絶景ですね本当に。はい、こんな感じ、超絶景。わ、ありがとうございます。白鳥公園、白鳥公園かな。はい、ありがとうございます。絶景です。伊良部島一周してるんですけど、はい、非常に綺麗なスポット。白鳥岬公園から一周中にこんなやばい、やばい絶景。はい、バイクで走ってるんですけど絶景、ね、こんな感じよ。こっちは道路で海が真横、最高です。はい、どうも、白鳥岬から、向こう後ろが白鳥岬なんですけど、白鳥岬から伊良部島一周中にこんなやばい、超綺麗じゃないですかこれ景色、やばすぎだろう。はい、すごい綺麗だったんで今撮影させていただいてます。こんな感じ、伊良部島一周中、
白鳥岬からの、はい、絶景です。こんな感じ、バイクで走ってるんですけど、もう最高ですよ。原付借りて、ほらこんな感じ、原付レンタルしたんですけど、はい、こんな感じ、とにかく絶景やばい。ありがとうございます。こんな感じです。ざっす。はい、これ見てください、すごい綺麗でしょ。白鳥岬から伊良部島を一周してる最中に見つけた景色ですね。もうやばいよ、とにかく綺麗すぎます、最高です。はい、原付で走ってるんですけど、これも普通の道ですよ。はい、笑っちゃいますね、最高すぎて。ありがとうございます。伊良部島一周中、はい、こんな感じ、はい、池間鮮魚店、窓ガラスのとこは池間鮮魚店、地元の人が教えてくれた美味しいマグロとカツオです。サラハマ漁港っていうんですかね、ここはサラハマの漁港です。こんな感じ、ほらサラハマの漁港、すごいですね。はい、サラハマ漁港、こんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。サラハマ、サラハマ、こちらサラハマ、こんな感じ、ほら書いてあるでしょ、サラハマ漁港ですね、ここサラハマ漁港、こんな感じ、漁港になってますね。はい、でここに美味しいお店、地元の方に聞いた美味しいお店、はい、あるそうなんで行ってみたいと思います。ありがとうございます。ケーマ鮮魚店マグロ買いました、いけません魚店。いや、めちゃくちゃ量あるっすよ、500円なのに。ここね、サラハマにある池間鮮魚店です。めちゃくちゃ人気です。はい、こんな感じね。はい、池間鮮魚店、はい、買いました。マグロ500円っすよ、これで。やばくないっすか、うめえし。これで500円っす、やば、めちゃうまそうです。いただきます、マグロ。取れたてをこの、はい、この漁港で取れたてをさばいてるそうです。はい、いただきます。こんな感じ、500円ですよ、これで。これで500円ですよ、倍あって1000円、やば。サラハマにある池間鮮魚店、これマグロ、これ500円ですよ、やばいでしょ。はい、こんな感じです。いただきます。この漁港で取れたマグロです。いただきます。はい、サラハマにある池間鮮魚店、このサラハマ漁港で、ここでね、取れたマグロです。マグロとカツオが有名だそうです。はい、サラハマ池間鮮魚店、これね、こんな感じ。おりゃー、これでちなみに500円です。500円、こんなにあって500円ですよ、やば。いただきます。伊良部島にある大和部大岩です、これが。はい、伊良部島にある大和部大岩、これね、面白くて、ちょっと行きます。これね、ほら、おりゃー、大和部大岩の反対はめちゃくちゃ綺麗な海が広がってるんです、ね、これが大和部大岩でも、こっちの景色もクソ綺麗。はい、ここに大和部大岩が
これ絶景ですね。まあほらこんなでっかいんですよ。おりゃー、ヤマトブーボール。でもこの景色が最高に綺麗ね。あの奥にある橋が伊良部大橋です。はい、無事伊良部島一周ですね。これで伊良部大橋、あれ渡ればまた宮古の方行きますね。はい、伊良部島です。で伊良部大橋を渡って宮古島の方に帰っていきたいと思います。最高、絶景だよ本当に、最高すぎます。はい、あ、で、ヤマトブ大岩ね、これがね、かなりでかい岩です。はい、伊良部島、これで一周してきました。はい、この奥にあるのが伊良部大橋です。伊良部大橋、はい、あれ渡れば宮古島の方に行きます。まあ、何にせよ絶景です。で、この今見えてるのがヤマトブ大岩です。ヤマトブ大岩、はい、で奥に見えるのが伊良部大橋です。はい、最高ですね、こんな感じ。はい、では伊良部島一周してきました。これで伊良部大橋を渡って宮古島の方に行きます。レッツゴー。伊良部島から見る伊良部大橋、こんな感じ。結構車通りがありますね。伊良部島から宮古島に行く人もいれば、宮古島から伊良部島に、はい、僕はここから伊良部大橋を渡って宮古島の方に行きます。奥に見えてるのが伊良部島です。あ、伊良部大橋です。今いるのが伊良部島です。今ここが伊良部島で、奥伊良部大橋渡って宮古島の方に行きます。はい、でこんな感じなんですけど、伊良部大橋をこう渡ると宮古島の方から来て、伊良部大橋渡るとじゃーん、おまわりさんいます。はい、こんな感じね。では伊良部島ありがとう、伊良部島ありがとう。こっから、はい、伊良部大橋渡って帰ります。こんな感じ。はい、どうも。伊良部大橋ちょっと近づきました。伊良部島から伊良部大橋、これね、渡ります。がっつり渡ります。最高の気持ちいいんです。この景色、バイクで渡るって最高なんです。はい、宮古島行きます。こんな感じね、ほら絶景。伊良部島ありがとう、宮古島に行きたいと思います。こんな感じね、伊良部大橋ありがとう。結構車通りも激しいですね、伊良部大橋。3850m だっけな。はい、結構3000何メートルぐらいあります。行きます。綺麗ですね。はい、伊良部大橋こんな感じです。渡ってる最中ね、あの奥のが結構高いんですよ。はい、こんな感じ。はい、伊良部大橋です。一番ここは伊良部大橋の頂上ですね。伊良部島方面から見る伊良部大橋、見えてるのは宮古島の方ですね。はい、伊良部大橋こんな感じです。絶景なんです。ずっと海が続いてる伊良部大橋のちょうど頂点ぐらいかな。はい、こんな感じ。